ました。森下選手も完全復活になりました。あの4日かなり楽しみになりました。はい、もう今日も、相変わらず自分から、リードしてもらえる展開をそして大手投手、去年のタイガースの入団会見ではあれに貢献するためカットを決めて1年間頑張るとお話をしていました。今日で12勝、さらには勝率8割5分7厘、本当にキャンプから必死になって頑張ってきた成果だと思いますし、ここまですごいたくさんの方に支えられて12勝まで来たので、もっともっと勝てるように、日本一に出れるように頑張ります。最後に、今日のハイガースファンが最後まで大きな声援を送ってくれました。最後に、よろしくお願いします。4日最終戦は、そうですか、ぜひぜひお願いします。お嬢、またよろしく。チャンネル登録絶対してねー。